すいません、電池切れました。携帯の電池切れたんで、続きからです。こちら、まあ、デジカメ用のやつですね。なんですが、まあ、別の出品者さんから、ここにくっつけてですね、携帯を挟むのを、なんて言うんでしょうね、ネジで、こう、締めて、携帯を固定するやつがあったんで、まあ、それも買ったんですけど、それの方のちょっと取引がですね、まだ終わってないんで、まあ、届く日は別になるんですが、まあ、これが先に届いたんで、まあ、これだけ開封したいと思います。紹介したいと思います。まあ、こんな感じですね。まあ、こんな感じに、まあ、くねくね曲がったりして。で、もう一個自分ですね。それで、まあ、自転車の車載カメラみたいに、できたらいいなと思ってたんですけど、まあ、うまくいったらいいんですけど、まあ、うまくいくかはわかんないんで、今から試したいと思います。で、まあ、こんな感じですね。これ、どういう風に触るかがわかんないんですけど。あ、こんな感じですね。まあ、くねくね曲がってですね。で、実はこれ面白い使い方があってですね。普段、これ使わないときはですね。足を伸ばしてですね。で、まあ、三脚以外の使い道っていう形ですね。普段使わないっていうのは。で、こういう形ですね。で、こいつが、うわ、バキっていった。これすみません、本物のゴリラポットじゃないんで、使い方がよくわかん、どれくらいの強度があるかわかんないんですけど、まあ、こんな感じでですね、組み立てて、iPod の台にもこうなったりするんです。こんな感じでですね、台にもなったりするんで、まあ、便利かなと思いまして買いました。値段はですね、330円即決、140円送料、計470ですね。本物ゴリラポットは Amazon さんとか楽天さんとかでも、2000円近くしますね。2000円だと、まあ、やっぱりコピーっていうのか、あれを買ってですね、なんちゃってを買って、封を買って、まあ、4つ壊すことを考えれば、まあ、470円で買えるのはお得だろうと思いまして、買いました。まあ、こんな感じですね。ちなみにですね、時間大丈夫かな？デジタルカメラがあるんで、つけたいと思いますね。よし、はい、デジタルカメラつけるとこんな感じですね。それ、はい、はい、よいしょ、すいません、カメラをいちいち動かして申し訳ないんですけど、はい、こんな感じですね。まあ、こんな感じで写すことができますね。まあ、ゴリラポット風でも、まあ、問題ないと思いますんで、まあ、危ない。カメラすいません。今、机に挟んでるんで、カメラを。まあ、申し訳ないんですけど、はい。じゃあ、これほど、これ以外は特にないんで、また、そうですね、上のここにつける携帯を挟むやつが届き次第、開封したいと思いますんで、はい、今回はこれで終わらさせていただきます。はい、ありがとうございました。